はい、それ好きアニメ部でございます。マキオです。はい、お久しぶりでございますね。久しぶりのアニメ部更新だね。ですね、実はそれ好きチャンネルの方にまたね、新しいイラストをいただきまして、ご視聴者様の皆様にね、本当にありがとうございますということで、今日はイラストをね、ご紹介、そして、今期のアニメですね。まあもう、9話10話11話、まあそこら辺までいったかな、もう終盤戦ということで、そろそろ春アニメね、終わる頃ですよね。なので、まあね、マキオさんもね、仕事から帰ってね、晩酌しながら、編集作業しながら、ちょっと片手間にね、アニメを流しながら作業したりしてますよ。まあ現実逃避と言いますかね、ストレス発散ですね。終盤まで来てね、最近ちょっとね、気になるアニメが一つね増えてね、そこら辺の紹介と、またね、まあちょっと気になるアニメの話ですね、そこら辺もちょっと1個だけしようかなと思います。はい、それでは早速イラスト紹介いってみましょう。はい、こちら、フェイスコさんからの作品でございますね。2人のねマッチョな男2人が描かれてますね。後ろが負けようでしょう、はい、間違いなく。で、手前にいるのが多分アルトさんかな、ちょっと別のねフレンド、まあ共通のフレンドなんですけど、アルトさんの絵と、まあツーショットイラストみたいな感じで描いていただいたみたいですね。はい、でアルトさん曰く、まあこれジョジョのなんかをイメージして描いてるよっていうなんかこう情報をいただいたんですが、まあマキオさんね、ジョジョね、実は1期は見てるんですけど、2期3期とかシーズン3、まあその1期以降は見てないんですよね。まあなんとなくイメージはわかります。まあこのマッチョ感、筋肉のね感じ、いや筋肉とかね本当うまいよね。まあやっぱりこうなんとなく外国の方が描いたような雰囲気はやっぱ感じますよね。なんかにこう感性が違うというか、日本人とね。いやー、それにしてもね、やっぱうまいよね。こういうのを簡単に描けるんだろうね。もうさすがと言うしかございません。言葉が見つかりませんよ。フェイスコさん、ありがとうございます。はい、ということで続きまして、ニャニャルさんの作品でございます。はい、もうニャニャルさんといえばもう絵が上手、もうそして可愛いっていうね、そういう作品が多いんですが、まあね、ニャニャルさんはね、マケオのプロジェクトゾンボイドの視聴者さんでもありますと、ね、なのでプロジェクトゾンボイドのまたね、マケオのこうキャラクターというか、ストーリー仕立てで作ってますので、まあ、そのキャラクターを描いていただきました。これがね、その話に特化しながら今回は描いていただいてます。はい、まずはもうね3ついただきました。ここ最近ね、マケオのプロジェクトゾンボイドの21話をイメージしたイラスト、こちら。はい、これね、かわいい、めちゃくちゃかわいい。まあマケオのゾンボイドの動画を見てたらこの絵のイメージはわかると思うんですけど、まあマケオさんね、ちょっとね死んじゃって、次のキャラクターにバトンタッチをしなくちゃいけないという、話ストーリーになってる状態なんですよね。21話22話のところなんですけども、でそれをイメージした感じなんですよね。噛まれてしまって、もう右のキャラクターが噛まれちゃったよっつって、で左のキャラクター、新しく
生まれるキャラクターにバトンタッチをするっていうこのリレーをしてるところですね。それをイメージして作られてると。でちゃんとね服、まあ、右のキャラクターはずっとね2ヶ月ちょっと生存してたんで、まあ、服もね迷彩の服着て、でリュックからって一生懸命頑張ってましたよ。でまあ噛まれたんで次のキャラクターに行くんですけど、次のキャラクターの服はちゃんと初期装備の服に変わってるっていうね、こういう細かい演出、そしてこの二頭身キャラの顔のね表情、これはねすっごい、たまんなかったね見た時ね、うん、なのでもうサムネにもね使っちゃったりなんかしちゃったりして、動画のね、どこかに、ぶち込みましたねこれは入れないといけないっていうことでね、最初の方に入れたのかな、うん、まあちょっと、いろいろこのキャラクターの絵イラストを間に使わせていただきました。本当にねニャニャロさんありがとうございます。そしてまだまだありますよ、続き、はい、2作目がこちら。はい、これねこれはすごいね、力作と言っていい感じ、まあ多分サラサラっと書いたんでしょうけど、いやーこれねゾンボイプロジェクトゾンボイドをやってる方はじわじわ来るねイラストなんですよね。まあ後ろの背景燃えてるんですよ、よく見るとファイヤーしてる背景になってて、で、このキャラクター裸ですよね、まあ裸というかまあ下着を着てますけど、さらに、怪我をしてますよね右足のところ、うん、で、くしゃみをしてヘプチャーって本当にねこのねもう全てを表してる。で何を表してるんだっていうところなんですけど、何がじわじわ来るかっていうと、プロジェクトゾンボイドのゲームの中で、チャレンジモードっていうのがあるんですよ。チャレンジモードで、最悪の日っていうチャレンジがありまして、それがまあ CDDA、 あリアリー CDDA っていうチャレンジモードで、それの最初の設定が風邪をひいてるわ、火事になってるわ、怪我をしてるわっていう3拍子揃った状態から始まると。でその最悪の状態からスタートしたこの、CDDA のイメージ、これをイラストで表しているというところなんですよね。でなのでゾンボイドをやってるプレイヤーで CDDA を遊んでるという方はこの絵を見たらじわ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 きます。でそのまあじわじわ来るんですけど、やっぱりねこの表情とかこれやっぱね何度見てもじわじわ来るわ、もういいよねこのなんつうんかなこれやっぱね二頭身キャラっていうのがいいんだろうねガッチャまたツボに入った。もうね月曜の朝だったかな、ツイッターの方にまあ、今ねマキオさんプロジェクトゾンボイドの CDDA のチャレンジモード死んだら終わりの一発勝負企画をやってます。はい、ライブ配信で今配信中なんですけど、まあ、それを見ながら書きましたってツイッターでいただいたんですよね。でああツイッターでおなんか絵が来たと思って、マキオさんもうねやっぱ月曜日って、まあ、仕事を始めじゃないですか、休み明けでもうきついでしょう。でああしんどいなっつって携帯こう朝通勤してる時にパッて見た瞬間にねもうね笑ったね、もう吹き出したからね、なんだこれっつってでまあイラスト一回見て、いやーこれはなんかテンション上がったなと思って、また携帯開いてこうじーっと見てたんですけど、やっぱりねじわ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 このね可愛い表情とこの二頭身キャラのもうこれがねもうじわ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 何度も来るんだよね。それで何度も何度も
もう元気いただきましたね。もうこれでね、やっぱりね、月曜日を乗り越えることができたなと。いやー、このキャラは本当面白いね。ヘプキュッかわいい。いいか、もうちょっとあの話が長くなってるね。うん、まあそんな感じでね、2作目いただきました。こちらはね、次の CDDA のサムネで使わせていただきますんでね。で、さらにこれは一応、ニャナルさんからいただいて、それ好きチャンネルのマキオさんしか使っちゃダメだよっていう注意書きがありましたんで、使ったらダメですよ。はい。では、最後に、もう一ついただきました。次の3作目はこちらです。はい、こちらはですね、それ好きチャンネルのキャラクターですね。右からマケオさん、真ん中は猫ミミコさんですね。で、左が猫ミミさんですね。はい、猫耳姉妹とマケオさんの二頭身キャラを描いていただきましたということでね、こちらはね、もうシンプルに可愛いと。そして、もう気を使っていただいてね、本当にねねるさんありがとうございます。背景もね、バック背景白にしていただいて、まあこれを切り抜いて、まあ、ピングに、ファイルを変換してですね、で、このキャラクターを、まあ、いろんなところで、ね、使える形に、できるんで、本当にね、ありがたいなと思いながらね、このキャラクターを見てましたけど、やっぱね、左側のね、猫耳姉妹の妹、猫耳ちゃんですね、うん、このジャンプしてる猫耳ちゃんね、元気な感じ、うん、まあ、一応ね、キャラ設定は元気な妹さんっていう感じにしてるんで、まあ、それがね、なんか、なんとなくこう、イメージが、現れてますよね。で、冷静沈着、お姉ちゃんの、猫耳子さんね、ツンとしながら、ふふんと、後ろを振り向いているっていうね、これもまたね、可憐で可愛いと。で、マケオさんはもういつもこう、考えてる感じね。ちょっと顔色が悪いね。まあ、マキオさんのなんかライブ配信、作業用ライブ配信がたまにやるんですけど、そちらを見ながら、まあ、自分のね、何かこう仕事をしながら、ちょっとね、息抜きに書いていただいたみたいです。はい、もう前々からちょっとこの二頭身キャラ、それ好きチャンネルで使えそうなキャラを書きたいなと思ってましたみたいなことを書いていただいてたんで、まあ、ぜひともこれはね、使っていきたいということで、早速ね、最近の動画でね、ポイント、あれか、それ好きアーカイブ、そちらでね、少し使ったり、まあ、他の動画でもちょっと使ったりしてますね。はい、本当にありがとうございます。まあ、ここからね、ちょこちょここのキャラクターがね、出てくると思いますし、この後、このバック背景もね、せっかくなんで今回は、こちらのキャラクターでいきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで、イラスト紹介でございました。フェイスコさんとネナルさん、ありがとうございました。イラストありがとうございます。ということで、ここからは、ちょっとね、イラスト紹介ちょっと長くなっちゃったけど、あれ?ちょっとマキオさん、顔色、青いよ。気分でも悪いのかい?ということでね、まあ、今期のアニメ、ですね。まあ、皆さん、今期のアニメ、いっぱい見てると思います。そして、相変わらずのね、スパイファミリー。ね、面白いよね。まあ、ちょっとこう下がり気味かなと思ってきたら、またやっぱりね、面白くなってくるっていうね、やっぱ安定感がね、やっぱ違うね。うん、面白い。うん、で、相変わらずマキオさんはキングダム、もう楽しくてね、見てるよね。うん、で、まあ、前回か前々回かちょっと忘れましたけど、まあ、パリピ孔明とかね、そこら辺がグググッとマキオさんの中で、もう上位に上がってきてると、うん、
まあ、あくまでもねこれはねマキオさんの主観、マキオさんの趣味、マキオさんのこう今欲してる偏見に満ちたマキオさんの感想なんでね、うん、軽い気持ちで見ていただければと思いますよ。で、あとね、骸骨騎士様、これ意外と面白いよっていうことで、前回紹介させていただきましたけどね、まあちょっとね、まあ今9話10話ぐらいまで来たのかな、少しね、中だるみし始めたかなっていう感じですかね、まあ見てるんですけどね全然見てるんですけど、他のまあいっぱいアニメありますよ、もう途中でね、これちょっともう無理だっていうのとかもいっぱいありますからね、それに比べたら全然面白いなと思って見てます。はい、まあちょっとだけね、今骸骨騎士様は飛ばし飛ばしとか早送りしたりとかね、し始めちゃった感はあります。はい、でね、一個ね、ちょっとね、アマゾンプライムで見てるんですけど、まあ、星がね、三つだったんですよ。まあ、星三つってね、もう、どっちつかずというか、まあ、見てる人は見てるし、全然見ない人は見てない。もう、賛否両論っていうようなアニメ。まあ、あんまり、大体面白いなっていう、まあ、評価が高いのは 3.5 から4とか。そこら辺になるんですよ。まあそこら辺だったら大体まあ見ててもまあまあ楽しいかな、見れるかなみたいな感じなんですが、3はね結構微妙な感じ。ただマキオさんこう見てみるかと思ってね見てみたんですよ。そしたらね意外とあれ意外と見れるみたいな、もう頭を空にして見れる感じ、まあなんかねこう雰囲気、その感覚、マキオの感覚的には骸骨騎士様を見てるような感覚で見れる、なんかすごい、ライトな感じでこう頭からで、まあ飯食いながらとか作業しながらとかポケーっと見れるようなアニメだったんですよ。で意外とまあまあまあ、まあ、見れるんじゃないみたいな。でよくある異世界転生ものなんですが、異世界転生もの？いや違う違う違う、あれは違うわ。あれはなんちゅうジャンルになるんだ？異世界異世転生じゃない、あれは。そうだ、もともとまあファンタジーの世界で勇者がいて、でまあその勇者がもう勇者を辞めるみたいな、なんかそんなね話、ですね、もうなんかもうタイトル言っちゃったんですけど、タイトルはですね何でしたっけ、勇者辞めますだったかなタイトルすら覚えてないけど紹介するっていうね、ちょっと待ってね勇者辞めますですね、はいまあこちらね結構ね、まあ見れますよ。面白いっすよ。ぜひともね、ちょっと、まあ、いろいろこう今、アニメ見てるけど、あ、これ見てないなと。で、もう一つぐらい、暇つぶしに、何かないかなっていう時に、ちょっと見てみてはいかがでしょうか。まあ、好みとかいろいろあるんで、まあ、好き嫌いはあると思いますよ。ただね、マキオさんはね、全然見れました。はい。もう今続きもずっと見てますね。はい。そしてあとまあまあいっぱいあるからね。だいたい全部見てるんだけどね。まあそこら辺かな。で、あとちょっとね、まあ来期じゃないな。まあ来期もねいっぱい面白いアニメ始まりますよ。もう注目してるアニメとかもありますね。また夏アニメになるんですかね、来期は。まあそちらのね、ざっくりこうまとめた動画でもちょっと作ってみようかなと思ってますんでね、そちらもまた見ていただければと。で、またいつになるのかはわかんないですけど、マキオさん結構好きで昔見てた、このスバですね。はい、こちら。この素晴らしい世界に祝福をと。まあ、これはね、もう皆さんご存知かとは思います。はい。まあ、見てない方はね、まあ、ぜひとも見ていただければと。まあ、外れないですよ。まあ、大体みんな好きなんじゃないかな。まあ、異世界転生ものなんですが、異世界転生ものでも、まあ、
トップクラスの人気を誇ってます、はい、もうねあのギャグアニメだね、うん、ギャグアニメなのでまあワン、ね、シーズン1シーズン2まで出たかな、はい、で今度シーズン3の3期が始まるよっていうアナウンスが正式にありましたということでね、こちらのアニメはねちょっと注目していきたいなと思います。なのでね、まあ、負けの好きなアニメねいっぱいあるんですけど、今期とかじゃなく今まで、いろんなアニメがあるんで、そちらをねちょっとね紹介していこうかなと思ってます、はい、なのでまあ次ねちょっとこのスバの話でもしてみようかなと、はい、まあみんな知ってるか、知ってるよな、うん、まあ、知らない方もいるかもしれないし、一応ね、マキオさんこのスバも好きなんで、ちょっとその回を作ろうかなと思います。それでは今回は以上となります。バイバイ。